大恐慌は世界経済に大きなダメージを与え、軍国主義の台頭を許す結果となった。1939年9月、ナチスドイツはポーランドに侵攻。ここに第二次大戦が勃発する。1940年9月、ヨーロッパを席巻するドイツを軸に日独伊三国同盟が成立。枢軸陣営が結成されると、中立の姿勢を取るアメリカも次第に大戦に巻き込まれていくのであった。中国進出を狙う日本に対し、アメリカ、イギリス、オランダは経済封鎖を行う。さらにイギリスは日本に圧力をかけるため、東洋艦隊をシンガポールに派遣する。日本はこうした圧力に根を上げ、外交交渉によって妥協を試みるが、交渉は難航する。追い詰められた日本は開戦を決意するが、この時アメリカにその事実を知る者はいなかった。真珠湾奇襲によって戦艦部隊を喪失したアメリカ軍は、空母機動部隊でのゲリラ戦を行っていた。爆撃機 B-25 で強行した東京空襲もその作戦の一環だった。アメリカ軍は暗号を解読し、日本軍のミッドウェイ来襲を察知。空母3隻をミッドウェイに派遣した。日本とアメリカの一大決戦の幕が切って落とされようとしていた。ミッドウェイ海戦は戦争のターニングポイントとなった。ミッドウェイで4隻の主力空母を失った日本軍は、体制の立て直しを図るため基地兵力の充実を目指した。こうした中、日本軍のガダルカナル島飛行場建設の情報を得たアメリカ軍は直ちに上陸、これを占領する。今、ソロモン海を舞台に日本軍の熾烈な反撃が始まろうとしていた。宿敵山本五十六を戦死させ、さらにソロモン海を制したアメリカ軍は、太平洋の島々を占領し日本本土に向かう海軍と、ニューギニア、フィリピンと陸伝いに日本を目指す陸軍を二手に分かれて進撃する。ギルバート、マーシャルを攻略し、トラックを無力化したアメリカ海軍は、戦略爆撃機 B-29 の実戦配備に伴い、日本への攻撃拠点としてサイパン島を目指すのだった。マリアナ沖海戦で圧勝したアメリカ海軍はマリアナ諸島を占領。陸軍もインパールで日本軍を破り反撃に転じた。全戦線において快進撃を続けるアメリカ軍は、マッカーサー将軍の主張を入れフィリピン攻略を目指す。果たしてマッカーサー将軍は悲願のフィリピン帰還を果たすことができるのだろうか。アメリカ軍にはB-29 に同行する戦闘機用の基地として硫黄島が必要だった。硫黄島は大変な激戦の末に占領した。次の目標は日本本土上陸作戦の足場である沖縄だった。上陸後の日本軍の粘り強い抵抗に手を焼いている最中、大和出撃の情報を入手した機動部隊は退去して北上する。最後の戦いが始まろうとしていた。日本は満州事変を機に中国東北部に満州国を建設した。しかし国際連盟は満州国を承認せず、日本は連盟を脱退する。国際的な孤立を深める中、日本は資源を求め南方に進出する。それに対しアメリカ、イギリス、オランダは対日経済封鎖で対抗する。事態を打開すべく交渉が行われる中、追い詰められた日本は開戦を決意するのだった。アメリカ、イギリス、オランダは日本の南部仏印進駐に対して石油の全面禁輸をもって応える。外交交渉によっても事態は打開されなかった。昭和16年12月1日、日本はアメリカ、イギリス、オランダとの戦争を決意した。すでに艦隊は展開を完了し、あとは12月8日の宣戦布告を待つのみだった。日本軍は真珠湾でアメリカ太平洋艦隊に大打撃を与えると南方に進出し、東南アジアをわずか半年で占領した。しかし1942年4月、
それに水を差す出来事が起きる。アメリカ軍機による東京空襲である。損害は軽微であったが、帝都東京を攻撃された日本軍首脳部のショックは大きく、ここにアメリカ空母撃滅を狙ったミッドウェイ作戦が急遽立案発動されることになった。開戦半年で日本軍は南方資源地帯の占領に成功した。しかしミッドウェイの敗戦のため、予定されていた米豪遮断作戦を断念し、ソロモン海の制空権を確保するためガダルカナル島に飛行場建設を図る。アメリカ軍は事前にこれを察知し、海兵隊によってガダルカナル島に上陸占領する。日本軍は奪回作戦を発令し、巡洋艦隊を派遣。ソロモン海での死闘が今始まろうとしている。ソロモン海近辺で繰り広げられた激しい航空消耗戦で、日本軍は優秀なパイロットを多く失った。悪化する戦況に日本軍は絶対国防圏を策定、守りを固める。しかしアメリカ軍の反攻速度は速く、ギルバート、マーシャルと次々に陥落。トラックは空襲により無力化する。日本軍は阿呆作戦を発動し、マリアナ諸島防衛を目指すのだった。阿呆作戦は日本機動部隊の壊滅とマリアナ諸島の喪失という結果に終わった。搭乗内閣は退陣に追い込まれ、小磯内閣が成立したが、戦争継続の意思は変わらなかった。フィリピンに攻め込まれた日本軍は、台湾沖航空戦の損害を回復する間もなく、小1号作戦を発動。フィリピン防衛のため、アメリカ軍へ決死の反撃を開始する。昭和20年2月、アメリカ軍は硫黄島に上陸し、1ヶ月に及ぶ激しい戦闘の末にこれを占領した。この結果、日本本土は B-29 の攻撃に無防備にさらされることとなる。昭和20年4月、アメリカ軍は沖縄に上陸。これに対し日本軍首脳部は艦隊を編成、沖縄への出撃を決定する。